こんにちは、山口県産田中みかんです。この前結構好評だった仕事帰りのコンビニの購入品紹介のセブン編をしたいと思います。イエーイ。今ね、仕事帰りなんですけれども本当に疲れております。なのでね、前回同様ちょっといつもよりテンションが低めかもしれないですけれども、ご了承くださいまし。まあね、毎度毎度言うけど本当にね、自炊はめんどくさい。もうやるときはやるんやけど、やらんときは一切やらんから、スーパーのお惣菜とかコンビニ飯とかで済ませたりすることはよくあります。疲れ果てくたびれた日には、工場勤務の女は何を買って帰っているのかというね、工場勤務女の生態をね、まあネット上にね晒してあげれたらなと思います。まあやっぱ基本的にはね、やっぱ食べ物なんですよね。基本的にはっていうか全部。それでは工場勤務女子のめんどくさい日の、コンビニに寄った日の、食べながらレビューしながらの購入品紹介へ。あー、レッツゴー。よいしょ。疲れた疲れた疲れた。まずメインディッシュが、あのね、最近初めて食べたんですけれども、これめちゃくちゃ美味しくてまた買っちゃいました。混ぜて食べる旨辛牛肉丼です。まあ言うたらビビンバよね。でこれがね、1日の2分の1の野菜を取れるっていうやつでね、野菜も取れるのでめちゃくちゃいいなと思いました。もうそろそろさ、梅雨明けるじゃん。でさ、暑くなってさ、だるくなってさみたいな。私ね、結構ね、夏になったら食べれないタイプなんやね。やけでこれがね、意外となんか重たそうに見えて、意外とね野菜が多くて結構ヘルシーなんですよ。なので、ね、夏バテしちゃうよとかいう人はね、これでね、ほんとスタミナもつけれるし、めちゃくちゃいいなと思って、温めてきます。いやー、あのさ、このさ、仕事終わりにさ、コンビニ飯をさ、レンジで温めよる時間が一番好き。今から美味しいものが口に入るワクワク感がなんかたまらん。ね、聞いて、私さ、お箸何銭いりますかって言われて、2銭くださいって言っちゃった。恥じらい。そう、一人でこんなに食べると思わんかったんやろうね。女として恥じらった。そう、ちょっと恥ずかしくなっちゃった。はい、こちらカナッキューってやつです。でね、今ね、夜セブンっていうのをやってて、14時から24時限定で30円引きなんですよ。こんなん買うだろ。セブンはね、朝セブンとか夜セブンとかやる系ね、本当にね好き。いただきます。見て、美味しそう。お腹が空いとる時のこの濃い味とこの食感は本当に最高。美味しい。あー、なったなったなった。あっつ。本当に私最近ね、何が楽しいかって言ったら、もう本当ね、食べることしかないかも。でい。え、でもこれさ、スプーンの方が絶対食べやすいよな。他弁のね、ビビンバ食べたことあるんやけど、私はね、セブンのね、ビビンバの方が結構好きですね。普通でもお弁当屋さんの方が美味しくない？辛いのが苦手な人でも全然食べれます。なんかね、程よいピリ辛って感じです。え、もうほんと私仕事終わりにご飯食べてる時ね、毎回眠くなるよね。まあ結局さ、ご飯食べたらさ、すぐ寝るんだけど、そうだ、20分ぐらいね、机の上に伏せて寝ちゃったりする。結構そう、寝ないとね、なんかその後の行動ができない。お風呂入ったりとか、あとまあ私 YouTube やってるから編集したりとか、なんかね、一回寝ないとね、疲れ切っちゃってなんか集中できなくなる。でもね、うちの工場ね、夏は暑くて冬は寒いよね。だから今普通にベタベタで帰ってきてるもんね。ちょっとオイリーだもんね、なんならね。よいしょ。ああ、なんか酔っ払ってるみたいな顔してるな今日。ちょっとね、まだね、紹介してないものがあるんですけど、私大体お風呂上がってから食べたり飲んだりするので、ちょっと前と同様、ちょっとお風呂上がってからでもいいかな。お風呂入ってきまーす。あー、レッツゴー。はい、ということでお風呂から上がってまいりました。
多分ね、見てわかると思うんですけどね、かなり元気になっております。ということで、さっきの続きを紹介していきたいと思います。まずはこちら、じゃん、マウントレーニアのカフェラッテです。こちら、これね、森永のね、カフェラッテってやつですね。ね、仕方ない、だって私コンビニ行ったらほぼ毎回ぐらいこれ買うんだもん。これ本当に美味しいから、もうぜひ飲んだことない人は飲んでみて。続いてこちら、明太マヨ下バラ、え、明太マヨしら、待って、明太マヨしたらばチーズ入りでございます。いや、いつもはね、お酒飲む時しか正直これ買わないんだけど、これめちゃくちゃおすすめしたくて今日買いました。まあ、カニカマですね、簡単に。お、お湯が沸いた、お湯が沸いた、おいしい。一番中に明太ソースが入ってて、周りにね、チーズのつぶつぶがついてます。うん、やばい、待って、汁が MacBook Pro に飛んだ。はい、ということで続いてこちら、じゃん、蒙古タンメン中卒。毎回行ったら本当に買いたくなる。で、たまにやけど買います。これをね、深夜に食べるんです。で、今ね、深夜の1時40分でございます。いや、こういうのは深夜に食べるのが一番美味しいやし、深夜に食べるのが正解で、私ね、一時期ね、蒙古タンメンにおにぎり入れて食べるのにハマってました。確かにね、深夜にラーメンを食べる背徳感はあるよ。でもそれがむしろ、蒙古タンメンを待ってる間に、じゃじゃん、ベーコンチリの細切りポテトです。で、私結構基本辛いものが好きなのかもしれない。うん、お酒に合いそう。美味しそう。いただきます。うん、しっかり辛い、しっかり辛いけど、私これがギリぐらいかな、なんか美味しい辛さっていうのはね、ギリギリのラインを攻めてくるんだよな。好き。相性悪い。ちょっと一旦辛いので辛いと分かっていても毎回食べたくなる、それが蒙古タンメンでしょってね。ゆで卵、セブンの中でも結構上位に入るぐらいめちゃくちゃ好きで、結構ね、私の近しい友達だったら分かると思うんだけど、これかなりの確率で買ってるんよね。なんかめっちゃちょうどいい感じでしょ、中が。この中に味がついてんのよ。普通にゆで卵だったら普通に自分で作るよ。自分家でそんなのできないじゃん。だから買うのよ。でも慣れてきた。大体ね、蒙古タンメンっていつも私買って、で、食べて美味しいってなって、で、辛くて後悔して、で、だんだん慣れてきて、美味しかったで終わる人なんですよね。蒙古タンメンルーティーン取ろうかな。まあ、汁までね、飲み干してこそラーメンですから。夜中だけどね、こんな美味しいものをたくさん食べられてね、心が健康になりました。はい、ということでこんな感じでね、まあいつもよりはちょっと多く買ってるんですけれども、まあ一応ね、仕事帰りにいつもよく買うものなので、なので、うん、買うものでした。皆さんはね、どんなものをセブンイレブンで買ったりしますか？みかんちゃん、こんなの美味しいよとかね、おすすめのものがあれば、ぜひコメント欄に書き込んでみてください。本日も動画見てくれてありがとうございました。この動画が良かったなとかね、田中みかんデブへの道しるべ進んじゃってるよっていう人は、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。Twitter とインスタもやってますので、そちらの方もフォローをよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。せーの。バイバーイ。痛すぎ。
普段さ蒙古タンメンの汁まで飲まんけさ動画回っとるけって無理したよね。痛痛みー。